はい、こんにちは、孝太郎いでです。今回は TikTok でよく見るこのヒットっていうのをやり方をレクチャーしていきたいと思います。今日は腕だけです。だいたい3分ぐらいで皆さんコツをつかんでやってみてください。では行ってみましょう。レッツゴー。はい、じゃあ始めていきます。ではまず腕を伸ばします。はい、そんで外にこう叩くイメージ。ここに壁があると思ってこうやって叩く。肘から前でね、叩いて、その時に力入れる。叩く瞬間だけ、うんうんうん、そう、チョップするイメージですね。外パンパンパンで、逆もそう、ドンドンドン。で、一応コツとしては手首でなんか棒をこうパンって折るイメージ。内側に折る折る折る。で、折った時だけ力入れると、ここの筋肉がねこうブンブンブンって上がるんで、上がれば OK。 で、指は人形を毎回潰すイメージ。キュッキュッキュッ。で、全部合わせて、例えばひねってリンゴを潰してこう腕を動かすと、ドンドンドン。これやりづれ、やめよう。リンゴを潰しながら腕をひねってドン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 。そうするとね、まず感覚つかみやすいで、慣れてきたら最初こうやって振ってたのをどんどん振るのをなくしてって、ここの筋肉出す。そうで、これもそう、こうやってひねるのをなくしてって、このまま打てるようにする。で、リンゴを潰すもそう、こうやって潰すのをなくしてって、そのままどんどん指をまっすぐのままできるようにする。で、こうやって動かないでここだけ出るようになれば OK。 で、これ逆の手もやってあげる。こうやって1、2、1、2で練習するといい。で、これリズムに合わせてドン、パン、ドン、カ、ドン、カ、ドン、カって打ってあげる。 OK。 で、もう一個がこうやってチョップするやつ。ここを90度に曲げる。腕を90度、チョップ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 。うん、人をチョップするイメージで、チョップするイメージで目の前でね、こうやって止めるイメージ。こうチョップしないよ、チョップしないよって感じ。寸止めなイメージで、その時に力入れてあげる。力入れる、力入れる。そうすると腕のね、ここに一瞬へこみができるんだけど、そこが出れば OK。 毎回へこむ、へこむ、へこむ。うん、で、これ両手ができるようになればバッチリです。ヒットはね、このまっすぐの腕と曲げてる腕、どっちもできれば完璧です。こうやってね、曲げた時ただ下に曲げてるだけ、こういう時はね。で、上の時これも使えるし、こういうポーズの時もこうやって曲げてるのを使う。こうやって伸ばしたら、まっすぐのこのポーズ、このポーズ、角度変えてるだけ。そう、これを応用してやってあげてください。はい、腕のヒットはこの2種類ができればまずいい感じです。では皆さんもチャレンジしてみてください。では、ありがとうございました。